皆さんごきげんよう、さわりです。今日は最近購入したラグナムーン、トーナル、ミーヤなどのアイテムを全部で10点ご紹介していきたいと思います。今回実はサステナブルアウトレットモールのスマセルさんとの2回目のコラボ動画です。前回のこちらの動画ご覧いただきましたでしょうか。この動画すごく反響いただきまして、視聴者の方にもとてもお得にお買い物できて嬉しかったですというコメントをたくさんいただいて、私もね本当素敵なサービスをご紹介できてすごく嬉しいなと思っています。で、購入品をご紹介する前に、前回の動画まだ見てないよっていう方のためにスマセルがどんなサービスかっていうのをご紹介したいと思います。スマセルはどんなサービスかというと、有名なアパレルブランドのアイテムが最大なんと 98% オフで購入できるというオンラインのアウトレットモールなんです。なので私もね、実はこんな感じで今回、ラグナムーンをはじめとした有名ブランドのお洋服を10点購入したんですけど、これ全部でなんと2万円でした。で、そんなお得に買えて私たちにもとっても嬉しいサービスだと思うんですけど、実はね地球にもすごく優しいんですよ。イメージとしてはいわゆるアウトレットなので、訳あり品とか型落ち品が扱われているんですけど、今のアパレル業界が抱えている廃棄問題の解決を目指して立ち上がったサービスなんです。販売ページではこんな感じで CO2 削減量が表示されてるので、地球に優しくお買い物できてるなっていうのがこう目に見えてわかるので、私たちもすごく気持ちよくお買い物できるかなと思います。サイトを見てても商品数とかブランド数がすごく多いので、こう宝探し感覚で自分の好みのアイテムを探すことができるのでとっても楽しいです。やっぱりアウトレットなので在庫が少ないものっていうのも多くて、あと何点とかね表示されてるものっていうのも結構あるんですよ。なのでこの動画見終わったら概要欄にあるリンクからぜひすぐチェックしてみてください。ではちょっと前置き長くなってしまったんですが、今から実際に購入したアイテムご紹介していきたいと思います。はい、こちらのコーデはミティスのトップスと、あとミリオンカラッツのスカートで合わせています。レースで甘めのスカートなんですけど、モノトーンコーデにしてちょっと大人っぽい雰囲気にしてみました。このスカートね、オフ率がすごくて、なんと 85% オフなんですけど、元が1万円ぐらいだったのが1600円ぐらいで購入できました。安すぎません？やっぱりただ安いだけじゃなくって、元のお値段はしっかりするようなアイテムなので、作りとか生地感とかもしっかりしてるし、履き心地とかもすごくいいし、ポケットもついてるし、お洋服のクオリティっていうのはすごくねしっかりしているので、やっぱりこうやって、ね、宝探し感覚でお買い物できるのはアウトレットの醍醐味ですよね。レースはこんな感じのコットンレースです。で、これ前にボタンが今ついてるんですけど、前後反対に着てこう2ウェイで着ることもできます。後ろにボタンみたいな感じで着ることもできます。で、これすごいいいのがウエストが全部ゴムなので、すごく伸びて着心地とってもいいです。で、トップスはミティスというブランドのトップスなんですけど、こんな感じでちょっと肩が隠れる袖丈で、で身ごろも結構ゆったりしていて、すごくね着やすいトップスです。で、生地感がすごく良くて、スムース調なんですけど適度に厚みがあるので、なんかインナーとか拾ったりもしにくいですし、結構高級感のある見た目かなと思います。着丈がこんな感じで結構長めなので、なんかパンツとかと合わせてもいいし、今みたいにねインすることももちろんできるので、いろんな使い方しやすいかなと思います。はい、そして次はスカートをちょっと変えてみました。このスカートもすごい可愛くないですか。これはミーヤのスカートなんですけど、これも 66% オフでかなりお得に購入できました。生地はツイード素材で、なんか裾がこんな感じでランダムになってるので、動いた時にすっごく可愛いです。で、甘めな感じにも着られるし、なんかこういうブラックと合わせるとちょっとモードな雰囲気にもなるかなと思うので、大人っぽい感じでもね着ることできますよね。ツイードの生地はこんな感じで、白がベースで分量多いんですけど、ちょっと黒が入ってるのと、あと少しだけゴールドのラメの糸が入ってます。でもね、そんなすごく目立つ感じじゃないので、上品にキラッとする感じです。結構ふわっとボリュームも出てくれるので、1枚でね主役級の華やかさがあると思うので、ブーツとかと合わせて次の秋、まだちょっと先だけど秋にもね着たいなと思います。こちらのミーヤのブラウスとグラムブルーのデニムパンツです。このブラウスすごい可愛くて、こんな感じでフリルがついてるんですけど、なんか色がブラウン系なので、あんまり甘くなりすぎなくって、すごく気に入りました。で、こんな感じで V ネックっぽい感じでも着ることができるし、ここがゴムになってるので、こんな感じでオフショルダーっぽい感じで
着ることもできます。リゾートとかだったらオフショルでもいいかなと思うけど、私はね街では V ぐらいがちょうどいいかなと思ってます。生地はレーヨンと麻のブレンドなのでサラッとした感じの肌触りです。後ろはこんな感じでざっくり V になってます。アウトレットなので型落ち品が扱われてはいるんですけど、これとかも全然こう古い感じじゃないじゃないですか。今も流行っているようなこうデザインなので、そうやってねなんか自分の好みのものとか探すのがとっても楽しいです。でこちらのパンツがグラムブルーのパンツで、このグラムブルーは前回も購入したんですけど、こうデニム系のアイテムが結構、ね、充実しているブランドさんです。で今回はこんな感じのストレートパンツにしました。このねデニムのストレートの形とかも結構今っぽいと思いませんか？ウエストの後ろ部分がゴムになってるのでフィット感もあってすごく履きやすいです。じゃあちょっとこのパンツはこのままに、上のブラウスを変えていきたいと思います。はい、ブラウス変えてみました。こんな感じのチュニック丈のブラウスです。でこちらがファナカっていうブランドさんなんですけど、今回の私も初めて知ったんですが、コットンとかナチュラルな素材のものがすごく多くて、こういうねブラウスで素敵なものがたくさんありました。大人の方にもすごくおすすめな、少し落ち着いたデザインのものが多いブランドさんだったので、ぜひねチェックしてみてください。私もすごくね素敵だなと思ってファナカさんで今回3点購入しちゃいました。で1点目がこちらの黒のブラウスなんですが、こんな感じで少し透け感のあるブラウスです。で前身頃の部分にはこんな感じでピンタックが入っていて、シンプルなんですけどちょっとねアクセントが効いていて素敵だなと思います。でウエストにはトモ布のベルトというかリボンがついてて、こんな感じでなのでこれをね結んでちょっと今ウエストマークしてます。これウエストのリボンを取ってこうざっくり羽織ることもできるので、なんかもう完全に羽織として夏とかもワンピースの上にちょっと羽織るとかしてもいいですよね。でちなみに今つけてたこのスカーフはトーナルのスカーフです。トーナルはきれいめファッションですごく有名なねブランドさんかなと思うんですが、これがシルク 100% のスカーフです。すごいね質感もとっても上品なツヤ感で綺麗なんですけど、こんな感じでネイビーと赤が入っているお花柄なので、なんかそんなにこう派手すぎずとても使いやすいかなと思って今回購入しました。結構最近首元にスカーフ巻くスタイルとかトレンドでもあるし、あとバッグとかにね巻いてもいいと思うので、ちょっとしたねアクセントになると思うのでスカーフとかあるとすごく使えるかなと思います。はい、そして次はこちらのグリーンのブラウスです。カシュクールのタイプになってます。でウエストにベルトがついてて、このベルトの先っちょがこんな感じでふさふさになってます。かわいい。これも綿 100% でちょっとこんな感じでストライプの柄が入ってるような素材です。これはやっぱり色もすごく映えるので、なんか夏のお出かけとかちょっと海行く時とかリゾート行く時とかに着たいなと思って購入しました。はい、そしてファナカさんのラスト3点目がこちらの白いワンピースです。こういうのってこう体型カバーもできるからもう何も気にしなくていいから、あるとね絶対使えるだろうなと思ってたのでちょっとね購入してみました。ワンピースとしてももちろん着られるんですけど、今回は中にさっきのデニムをね履いてこんな感じでレイヤードしてます。さっきの2つのアイテムはちょっと柔らかい感じの生地感だったんですけど、これは結構張り感のあるクリーンな感じの綿素材です。でこんな感じで胸元はピンタックになっています。すごくシンプルで大人っぽい感じでね着られますよね。ちょっとこうアクセサリーとか大ぶりのつけても可愛いかな。ちょっと大ぶりではないけどこんな感じの重量感のあるシルバーのに変えてみました。ちょっとクリーンでモードな雰囲気とかにもなるかなと思います。これはここまでしか開かないので羽織にはならないんですけど、ワンピースとして着たりこうデニム合わせたりレギンス合わせたりとかいろんな着方ができるかなと思います。はい、そして次はラグナムーンのブラウスに着替えてみました。ブラウスこんな感じで首元にギャザーが寄ってるのでちょっとね顔周り華やかになってとっても可愛いです。で生地感はこんな感じで結構ねナチュラルな感じのコットンガーゼの素材です。なのでちょっとこう中に空気が入ったような軽い感じの生地感で肌当たりもとっても優しいです。で袖口はゴムになってるのでちょっとねポワンとした感じで、お袖もねとっても可愛いですよね。これこんな感じでパンツと合わせてもいいけど、なんかスカートと合わせたりするときはこれインして着ちゃったらいいと思うので、ちょっとカラーもののスカートとかと合わせても可愛いかなと思います。
はい、ということで最後までご覧いただきましてありがとうございました。いかがでしたでしょうか。もう今回もお洋服が可愛かったのはもちろんなんですけど、もうお買い物してる時からすごい楽しかったです。宝探し感覚でこういいのないかなって探すのも楽しいし、お値段が本当安すぎるので、え、この値段なのってこれ二度見しちゃうような感じのものもたくさんあって、お買い物するの好きっていう方にもすごく楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。で、今回みたいなレディースのアイテムだけじゃなくて、メンズとかキッズのアイテムっていうのもすごく充実しているので、家族みんなで楽しむことができると思います。会員登録をするとアウトレット価格を見ることができる仕組みになっているので、ぜひね、下の概要欄にあるリンクから会員登録をしてチェックしてみてください。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。ごきげんよう。